はい、パズドラ究極攻略 TV をご覧の皆様、こんにちは。関東は寒いですね。雪が降ってもう10年に一度みたいなニュースが出てますね。でもなんで僕は今回はね、オフィスに行けず自宅で撮影しております。一人暮らしで一人なんで、ちょっとすごいシーンとしててあれですけど、その辺ちょっとご容赦ください。申し訳ないです。はい、今回はゼウス降臨超地獄級に、先日200ランカーへのアドバイスということで、サタンパーティーをまず作ってみてはどうですかと言ったんですけど、その際にゼウス周回しやすくなりますよとね、お伝えしたので、今回はどうやって周回すんねんっていうやつを説明できればなと思います。はい、ですね、この間パーティー紹介した時はサタン297を使用してたんで、見てたんですけど、一応2プラスは極力なしにしようかなと思いまして、なしでやります。でロードがね、僕2体目っていうかいなかったんですよね、プラスなしのロードが。でちょっとこの297ロード使用してるんですけども、一応プラスなしでもこれ濃紺攻略はできます。でフレンタプラスなしでいい。でスキルレベルは1サタン。はいで、はい、他のモンスターはこんな感じです。キングバルリンは別をスキルレベル1でもノコン攻略可能です。ただ HP は2万欲しいですね。ではいきます。す挑戦する。はい、ワンフロア、ワンフロアできれば、一ターンぐらい貯めたいんですけど、この場合だったら一ターン貯めれるな。はい。これで多分一ターン貯めれます。はい。では、突破しますね。やばい、慣れない。はい。で、次。ここがキーなんですよ。はい、ここでこの神秘面とこの金の進化面を貫通させます。でこの闇のね仮面だけ一体残しにしてスキルを貯めます。でそれが一番難しいんですけど、このパーティーだと何コンボかな、ちょっと多分いけると思う。やってみよう。よし、いきます。これでどうや。ちょっとコンボしすぎたかも、ちょっとコンボしすぎたもしたかも。おし、なんとか一体残しにできました。本来なら多分6コンボぐらいでちょうどいいのかなと思ったんですけど、これでスキルを貯めていきます。でこの際に闇ドロップをしっかり確保しておきましょう。でですね、こうやって下の段見てもらっていい？あ、こっちか、こっち。下の段 L 字で左右に作っておりますよね。これを作っておくと4フロアの、キマイラ線で一列強化、一列消しがねすごくしやすいんで作っておくといいです。水で攻撃しつつ、闇を貯めるといいですよ。ちょっと待って、ゼロコンボで。ここね、左のこことかを消しちゃうとね、ここ闇降ってきちゃうともうねダメなんで注意してください。
何たんだ。あと一旦これでほぼ OK です。突破しちゃいましょう。はい、突破しちゃいます。結構もう顔面カツカツなんで。で、闇ドロップが今6の10個ありますね。はい、では適当にコンボを組んでここは一掃しちゃいます。今のでいいかな。おっと、おっと、残ってしまった。じゃあこういう時はですね、あの回復ドロップを消さないように次のターンロードの、攻撃耐性闇を使うので、ですね、それ以外の水、火、緑、まあ、木ですね、木を消しつつ攻撃するといいですよ。こんな感じ。はい、そうすると、まあ、闇と、回復ドロップが残るんで、次のこのターンでですね、ここやる。ここをね、実はこれテイク2なんですけど、まあ、一応テイク1の方でもノーコン攻略できたんですけど、ちょっとここで、敵がね残ってしまいまして、ギリギリ本当にナノ残ってしまいまして、ちゃんと綺麗に倒すためには、このパーティーの場合だと、闇2列、闇2列消して3コンボで突破可能です。さっき2列ポンポンと消して倒せんじゃねーとか思ってやってみたんですけど倒せなくて、まあ、ここはしっかり倒します。あ、もうこれ余裕。はい、撃破。はい、ゼウス戦。あ、なんか2ターン脇ですね、まあ、関係ないんですけど。はい、ではドラウンジョーカーとロードの変換を使いまして、キングワルリンの悪魔エンハンス、これめちゃくちゃ強いですよ。で、2列作れば基本的に撃破できます。ただこれめっちゃいい感じですね。2列ちょっと作れますね。はい、ではささっと作って倒します。あららら、ちょっと待って、 OK です。あら、めっちゃ乗った。はい、今ゼウ、あのサタン、今フレンドのサタンが1体100万って出ましたね。なんで1体あたり200万のダメージが通ってます、サタンの攻撃力で。なんで、両方のフレンドと僕、あの、ご自分のリーダーのサタンで400万通ってるので、もうこの2体の攻撃だけでゼウス一撃です。確かゼウスの HP が389万とかなんで、もうこの2体のサタンの攻撃だけで撃破できてるんですよ、実は。なんでいかに列強化とこのキングワルリンの悪魔エンハンスが強いかご存知、知っていただければいいかなと思います。はい、で、ドラウンジョーカーとかあんまり、そんなドラウンジョーカーじゃないな、あ、ドラウンジョーカーのところはグリップスライダーだったりペロセポネでもいいですし、ロード2体持ってねえよって人はロード1体のところを、ロード1体のところは、まあ、ペルセポネですね。あのロードとグリップスライダーの相性はいいんですけど、ドラウンジョーカーとグリップスライダーの変換の組み合わせはよく、あの、相性良くないんですよ。ドラウンジョーカーロードの順番で変換するか、ロードグリップスライダーの順番で変換するかです。はい、気をつけてください。グリップスライダー持ってらっしゃる方はロードグリップスライダー、持ってらっしゃらない方はドラウンジョーカーロードペルセポネないし、ロード、はい、変換の組み合わせにはご注意ください。では、ゼウス降臨超地獄級のサタンパーティー攻略でした。ご視聴ありがとうございます。ぜひ、ゼウス取ってください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、ここかな、この辺にあるんですけど、お願いします。じゃあね。